続きまして、ゲストスピーチのお時間です。お一組目をお呼びしたいと思います。昼間に素晴らしい NDT を聞かせていただきました。もう女子も男子も50歳、髪の毛のツヤといったら舐め方が半端じゃなかったですけど、素敵すぎましたね。はい、はい、こうぐさっとやられた方も多いんじゃないでしょうか。はい、はい、では、お呼びしたいと思います。はい、倉本直子、エメラルド DD、ステージへどうぞ。どうぞ。I ain't too sure what I believe in, but I believe in what I see. And when I close my eyes, I see my whole life ahead of me. These are はい、改めましてこんばんは。先ほどありがとうございました。非常に緊張してたんですけど、たくさん瀬戸さんとイレーヌさんに褒めていただいて、ご機嫌ですっていう感じなんですが、さっきね、ちょっとお食事を一緒にさせていただいてて、いや私ねちょっとイレーヌさんに感動したかな。すごい、なんかそんなにね存在はね昔からもちろん知ってますけど、どういう方なのかなって思ってたんですけど、なんかもう誰よりも大和なでしこだなっていうか、すごい奥さんなんだなって、この方がいらっしゃるから瀬戸グループってまたすごいんだなっていうのをすごく感じました。理想の女性がまた現れたなって思います。
で、そうですね、ちょっとまあ、あの先ほどはね、あんまり上品じゃない NDT をさせていただいたので、まあ、ちょっとだからって言って急に上品にはなりませんけど、あのちょっとまあ、じゃあヒストリー的な話をねちょっとした方がいいかなって、あのほとんどの方が私のことを多分ご存じないと思いますので、ちょっと喋ってみようかなと思うんですけど、まあ、どこでもあのこうやってゲストとかに呼んでいただくと必ず喋っている話がいくつかあるんです。で、まず一つはどうやってアムウェイが来たのかなっていう話でね、であのそんなメモること何にもありませんから、もう肩の力をもうぐんるんぐるん抜いて聞いてください。で、まあ20代の頃、まあ、19、20歳、21とかそのあたりにずっと私海外によく行ってたっていう話を先ほどちらっとしたと思うんですけど、20歳の時にね、大学の3回生の時にね、その当時付き合ってた彼氏がいたんです。で、もう大喧嘩してバイバイしたんです。で、私の人生これは一回漂白せんとあかんなと思って、旅に出ようと思って、でハワイに行こうと思ったんですね。で、漂白でハワイかっていう話なんですけど、たまたまその時に私の同級生の、そして私の今の、ね、スポンサーの牧野聖子さん、彼女も私も別れたって言うから、よっしゃほんな私ら二人で女で漂白やとかって言って、二人でハワイに行ったことがあるんです。で、大学生の時にね。で、ハワイに行ったことのある人はあの分かると思うんですけど、まあ、一番メインのねテレビにもよく出てくるこうワイキキビーチってあるじゃないですか。で、カラカワアベニューっていうのがあって、でこうずっとホテルが立ち並んでて、でこっから砂浜ですよっていう切れ目があるんですよ。で、まあ、私はそこをね昔からファッキンナンパビーチって呼んでたんですけど、失礼で、まあ、そこでね、ここから砂浜ですよっていうところに足をザクッて置いた瞬間に、どっから来たのって声がかかったんです。で、それが関西弁なのか標準語なのかよくわからないイントネーションで、ワイキキビーチの海からねサーフボードを抱えて本当に波乗りをして上がってきた、ボッとボトに水が滴ってる男性で、こういうなんかすごい光が当たっててね、海側からで夕暮れでね、逆光でね、でその人黒すぎてね全然顔が見えなかったんですよ。で、なんか来たと思って、でどっから来たの君たちとかってすっごい声かけられて、でそれが北根さんだったんです。で、そうなので、二十歳の時にねどっから来たのって出会ったんです。ところが私たちの目的は漂白なんです。だからずっと無視してワイキキビーチを二人でずっと歩いたんです。そしたらね、北根さんねずっと後ろを板を持って、もう足音聞こえるんですよ、ペタ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 、多分ね、あの B さんも履いてないと思う、裸足だと思う。で、ペタ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 って、ねえねえ君たちどっから来たの、どっから来たの、おーいどっから来たのみたいな感じでずっと後ろから声をかけ続けたんですよ。で、まあ、未来のクラアンバサダーですからもう諦めないんですね。で、まあ彼ね、ずっと聞き続けられるとね、私ちょっと性格的にずっと無視するってちょっと苦しくって、で、まあ聖子の手前もあるから、あの振り向くと厄介だから肩越しに大阪ってそれだけ言ったんですね。そしたら一緒やーんっていう、もうそれの300万倍ぐらいのテンションで、一緒やーんってすごいテンションで北根さんが答えられたんですね。で、うわーこの人関西人やったと思って、でもついて早々その人に会ったんですね。でも、まあ、その時はね北根さんもね意外とあっさりしてて、僕ねこっちで住んでるコンって言うんだよ、よろしくねって言って去っていったんです。で、なんじゃあの人っていう感じだったんですね。で、ところがね、そこから1週間そのハワイにずっと滞在している時にね、あの、まあ、結構私そのよく行ってたので、自分で車を運転して、そのちょっとローカルの人が行くようなお店とか、あんまり観光客の人が来ないようなレストランとか、そういうとこばっかりを外して行ってたんですけど、もうすごいんですよ、毎日そのコンっていう黒い人に会ったんです私。
もうほぼ毎日会ったんですよ。でね、あまりにも会いすぎるからね、聖子と二人でね、もう絶対あのコンっていう人は三つ子やでっていう話をしてて、三人はおると思うみたいな話をしてて、いやもうそれぐらいあったんです本当に。で、極めつけというか最後に帰る前日ぐらいにアラモアナの方でショッピングしてたらまた会ったんです。でその時はね、北コンさん団体で 5,6 人でいてて、でまた会ったねみたいな、で何回も交わせるとね、挨拶ぐらいするようになるんですよね。であのさって、僕たちこっちで住んでるんだけどさって言って、今日ねって僕の家でパーティーするからよかったらおいでよって言って誘ってもらったんです。でまあ漂白もだいぶ薄まってたんでしょうね、私たちも。でまあ薄まったかなっていうことで、まあ団体だったらいいよねっていうことで、旅の思い出にと思って2人でそのマンションにお邪魔させていただいたことがあるんです。で実はその当時、北コンさんは多分 25,6 歳でダイヤモンドを達成した直後で、そのかねてからの夢だったサーフィンをしながらアメリカに留学をするっていうことで生活をスタートされたところだったので、彼のスポンサー江川くんっていうエメラルドの人がいてて、で彼はもうカリフォルニアの方に完全に永住しちゃって今日本にいないんですけど、でそのアップラインに梶さん、ゆきさんがいるんですね。で、その2人ですごいところを借りてて、なんかねエレベーターでビューって上がっていってね、チンってチンって言って開くともう家みたいな、ちょっとペントハウス的なすごい物件にね彼住んでたんですよ。でまあすごい、何者なんだろうとかって思うじゃないですか。で、なんか足元にアメリカアムウェイの製品がゴロゴロ置いてあったので、私全然分かんなくって、ところが聖子はね実は短大卒だったので社会人だったんですよ。で、はアムウェイなんか聞いたことあるとか言って会話が始まってたの。でもそこからスポンサー活動が多分始まってたと思うんですけど、まあその時はねさらっと学生ですみたいな感じで、日本に帰ったんです。でその後1年半ぐらい経って、留学を終えられて日本に帰ってきて、もう一度ビジネスをするぞっていう状態で北コンさん、まずその聖子さんに連絡をしてすぐにスポンサリングされたんですね。でその話を聞いてサインアップをしたすぐ直後に私に電話をかけてきて、で聖子の電話今でも忘れないんですけど、なおちゃんってハワイで会ったあの黒いコンちゃん覚えてるっていう、で覚えてる覚えてるって、実は彼って成功者なのよって、でねってさっきアメリカのビジネスでねアムウェイっていうのをね私聞いたので、やることに決まったからっていう、まあ報告の電話だったの。へえみたいな。でその後がね、なおちゃんも始めることに決まったからねって言ってプチって切られたんです。本当にもうその宣言だけしてプチッと切られたんですね。でちょっと待ってちょっと待ってっていう感じでまた捕まえて、ちょっとそれやったあかんやつ違うかみたいなことで、実は私はちょっとねなんか保護者的な感覚、彼女なんか言いくるめられてないかなと思って確かめてやろうと思って、実は辞めさせるつもりで話を聞きに行ったのが22歳の終わり、社会人1年生のもう忘れもしない5月19日なんですね。でその時にマーケティングプランを北コンさんにしていただいて、なんか戦闘モードで行ったんです。で結構戦ってやろうと思って、もう私絶対騙されない自信があると思って行ったんですけど、さっきね瀬戸さんともこの話してたんですけどね、北コンさんってね口癖があるんですよ。でね、まあ彼のお話をちらっとこうマーケティングプランの前に考え方みたいなお話をその当時してくれて、私それがねすごくね腑に落ちたの、その話が。でああわかるって言ったんですよ。そしたら、なお子わかる、うんわかる、素晴らしいって言ったんですね彼が。で彼の口癖は素晴らしいっていう口癖なんですけど、当時ね私ね素晴らしいって言われ慣れてなかったので、でもねあんまりにも素晴らしいって言われるとね、人間ってすごい嬉しくなるんですね。なんかね素晴らしいは魔法の言葉だなとかって思うんですけど、でねまんまとそのまま話を聞いたら最後まで素晴らしいって言われ続けて、そうかなっていう感じでそのまんま登録したっていう1回でやられましたねっていう感じだったんですけど、でもねちゃんと理解しました。
あ、すごい話だなと思ったし、あの人間の心理をついてますねっていうのが私の最初の、あの感想だったんですけど、ただね、負けは分かった、アムウェイがすごいのも分かった、それは分かってる、だからもう彼女が聖子がやるのは否定しない、ところが私はすごくないと思ってたので、自分の人生とアムウェイっていうのがなんか一つの線でつながってなかったんですよね。でそこから3ヶ月ぐらいかな、こういったセミナーとかイベントとかいろんなものにほぼ毎日に近いぐらい誘ってもらったんですけど、私全部ドタキャンしました。だから3ヶ月ぐらいね、ドタキャンずっとしてたんです。で、あの気弱いからね、あのその誘われた時だけうん行く行くって一応返事するんです。でも当日に嫌になってドタキャンするっていう、それをね誘い続けた彼女もすごいなと思うんですけど、でもね、あのとうとうしびれを切らしたのが3ヶ月目で、彼女は相当確信を得てたんだと思う、いろんなものに参加して、でこれ外したらもう二度とないっていうぐらいのアポイントの取られ方をしたんです。もうこれ来て何も考えが変わらなかったらもう私あなたにアムウェイ言わないから、最後の1回だけ来てくれないって言って、まあアポを取られたんで、じゃあ分かったって言って約束したんですね。でドタキャンしたんです、私それも、もうドタキャン重ねしてやったっていう感じだったんですね。でとうとうそれで聖子頭に来たんでしょうね、ぶち切れて、もうバトル勃発で、実は私がその当時住んでいた実家の、もう大阪でもすごく南の方なんですけど、彼女の住んでいた家とはもう大阪の中でも、もう東と南っていう、なんかもう全然反対の方向だったんですけど、夜の12時ぐらいに、今着いたから駅にとかって言って電話かかってきて、家に来たんですよ。で、もうバタンってドア閉めた瞬間に、もううわーんって号泣されたの。すんごい泣かれて、でうわもうなんかもうめんどくさいなみたいな感じで私にすると、こういうことがあるからアムウェイとかっていうのを友達同士でやるのはなんかややこしいんじゃないのみたいなことを私が多分さとして言ったと思うんですね。でだからさって、私たち人間関係はあるんだからもうアムウェイ抜きにしようよみたいな提案をしたんですけど、その時に彼女が言った一言がピタッて泣き止んで、いやいやそんなねって、くだらないことでね怒ってね、私泣いてるんじゃないからって、この3ヶ月ねっていろんなもの見て聞いた、すごい確信を得た、私たちの人生のこれから先にこれ絶対光が当たる話だと思ったって、ところが私はやるんだけれども一番の親友のあなたを分からせてあげることができない自分の未熟さに腹が立って涙が出てくるのよってガンって言われたんです。で普通はねこれでね感動友情話で握手するシーンなんですけど、私ねさらにドン引きしたんです。もうなんかね怖かったの、あのあまりの本気さにこう圧倒されて引いてしまったっていうか、うわこれを洗脳っていうのかなみたいな感じですごいね引いてしまったんです。ところがね、今日もしかして初めてこういうのに参加されてる方いらっしゃるかもしれないのでこの話するんですけど、私ねやらないってはっきり口で言ったんです。で私には関係のない話だと思うっていうのも言ったんです。であのもうこの話これで終わりにしようっていう話を彼女としたんですけれども、その瞬間にね数秒間なんだけどイメージがパッて降りてきたので、それが何だったかっていうとね、彼女がこれから2年ぐらい経った時に、あマーケティングプラン聞いてたからねなんとなく覚えてて、あの宝石の名前のついたちょっとなんかいいやつにこの子なるなだって多分やるなってファーってイメージしたので、私は今の仕事を続けてる2年後をファーってイメージしたので、その2年後のアムウェイをやってない私とアムウェイで成功した聖子が街で会ってお茶をしてるイメージが降りてきたの。間違いなく私もう後悔してたの、そのイメージがやばっていう感じ、こう不思議なんだけど、でねやらないって言ったその次に出した単語がね、私やらないけどさ、でもこれって最初みんな何するのって聞いたんです。だからね人間ってねそんなもん本当にねギリギリだよね。で彼女もその時はねまだ本当にやり始めで単純だから3%って言ったんです。だから彼女のその会話で私 3% っていう製品
もう自分で発注してスタートを切ったのが実はその時なんですね。でもしねこれからね自分の周りのお友達に一生懸命あの思いを伝えるかもしれないでやらないからって言うかもしれないけれどもその人の本当に中にイメージにはもしかして自分がやったらどうなるのかな的なものは必ず潜んでる。だからそこにノックするような感じで思いを伝えるってすごく大事なんじゃないかなって思います。自分の経験上いつもそれを思うかなって感じです。でそこからね毎日ミーティング行きました。でそれはねもう女の約束というか私もねそこは覚悟を決めたんです。こう聞かないと分かんないなと思って今まで全部逃げて避けたミーティングを全部行きました。ところがこういうのね本当にね苦手だったんです。でなぜかというと北コンさんのグループ当時ね9割男の人だったんです。でなんかねミーティング会場入るとね野球部の部室みたいな匂いしてたの。でやだとかと思っていやなんか嫌だとかって思ったんだけどあんたどこ見てんのって聖子に言われてそんなに来てる人が気になるんだったら視界に入らない一番前に座って聞いたらいいやないって言われて確かにと思って私はこの一番前のど真ん中に毎回座ってこうやってずっと北コンさんの話を毎回聞くようにしたんです。でその時に一番最初に教えてもらった価値観っていうのが今でもずっと持ち続けてるあのものだと思うんですね。で何をね教えてもらったかっていうとねその当時の、まあ、北コンさんの表現はいろいろあったと思うんですけどね手放す勇気でした。もうあの今まで自分が持ってた古い感覚、古い信念とかこういうもんなんじゃないのみたいなものを一回全部手放してやれと思ったんです。でもう全部入れてやれと思ったんです。具体的に自分の中に取り込んでももう 100% 入れてやれって思ったんです。それは1ヶ月ずっと彼の話を聞いて世の中ですごそうだなと思ってた人とその北コンさん含めアムウェイで成功してる人と私比べたんですね。どっちが言ってることが希望があるかなって明るいかなって絶対的にアムウェイやってる人だったんですね。だからあのその話をもうとにかくこれは信じようと思ってやり始めて 12%、18%、18%、SP みたいな感じでそこから一生リコリファイみたいな感じでビジネスを展開していったっていう、まあ、そんな感じです。で、本当にねそのこのど真ん前でずっと真剣にいろんな話をね吸収するのがね楽しかったんです。本当に知らないことを教えてもらったしでねもうね寝れなかった。もうワクワクしすぎてでねこれねこの前ね教えてもらった話なんですけどねワクワクには3種類あるっていう話知ってます。私これ女子塾とかでは言ってるんですけどでね一つ目のワクワクはね頭のワクワクっていうのがあるんですね。でこれはね実は偽物のワクワクなんです。だちょっとこうお金みたいなものをちらつかせられたりとかなんか地位名誉的なものとかなんか損得感情みたいなものでファッて目の前を通り過ぎる頭の一瞬のワクワクっていうアムウェイここで捉えるとすぐ冷めます。これが一つ目のワクワクで二つ目はねハートのワクワクっていうのがあるんですね。でこれはねちょっとときめくっていうなんか恋愛的な感じなんか妄想に走れそうみたいな感じちょっと純粋な感じなんだけどでもねあの具現化しないっていうか妄想で終わっちゃったりするワクワクで本当のワクワクっていうのは魂のワクワクなんだよっていうのを教えてもらったんです。でねワクワクの語源って知ってます？漢字で書くとね三水平に勇気の勇って書くんです。湧く湧き出るの湧く血がワクワクするっていうのが実はワクワクの本当の語源らしいんです。カタカナでワクワクって書くとちょっと軽く感じるかもしれないんですけど今日のセミナーのなんかタイトルのところにもワクワクって書いてますよね。あすごいとかって思ったんですけどこのね魂のワクワクってねどんな感じかっていうとね血湧き肉踊るっていう言葉知ってます？シュチニクリンとちゃいますよ血も血がね煮えたぎるぐらいねもう寝れない鼻血出そうみたいなうおーってもううわーってもう盛り上がってくるこの感覚これが本当のワクワクらしい血に来るらしいよ血液なんだって
って聞いたんですよね。でこのワクワクがあると何もないところから何かを生み出すっていう発想が湧くんですって、うん、っていう話をねちょっと前にね教えてもらったんですけど、血がワクワクする、あなたの中にそれくらいアムエっていうものがズコーンって入ったらいいですねっていう感じで、そのワクワク私にもたらしてくれたのは全部人でした。だからあの人に興味を持つ、なんかね最近の若い人っていうスピーチを私しだしたからおばさんなんやなと思うんですけど、なんかねあの結構冷めてる感じの人多いような気もするんだけれども、意外と知らないだけなのかなみたいな。でもなんか人にあんまり興味持とうとしない人とかもたくさんいるんだけど、いや本当言うと多分みんなあの自分が何をしたいかが全然定まってないから、ワクワクもクソも何を取り入れていいかも分かんないからそうなっちゃうんじゃないのかなって思います。でよくね、いろんな人に話す話の中に軸っていう話をいつもするんですね。女子塾ではあの現代女子を強く賢く美しくっていうテーマで毎回いろんな方にスピーチしていただくんですけど、その強さとか賢さとか、まあ、美しくもね、その見た目の美しさもあればその美学みたいなものもあって、いろんな意味であの広い範囲であの捉えてほしいんですけど、その中にねまず軸を持とうっていう話をいつもするんです。でこの軸ってね、よくねアムエみたいな仕事やってると出てきません？あなたの軸って何ですかとか、人生の軸って何ですかとか。で意外とそういうことにちょっとヒットしそうなタイプの人がアムエやったりしてません？だからもう、はぁ、軸？みたいな人はあんまりアムエも分かんなかったりするよね。でよくさ、私の軸って何だろうとか考えたこともあるかもしれないんですけれども、私この軸っていうのをねいつも説明するときに娘の話をするんですね。で軸を持つってどういうことかっていうと、とにかくね自分で選んで自分で決めて自分で動いて自分で気づくっていうのかな、そういうことができるための一番の自分のなんていうのかな、選別するために必要なものと思ってるんですけれども、でね、私19歳の娘がいるんです。で去年高校カナダ卒業して、でこの4月から、大学生で東京に住むんですね。で昨日ねマンションあの契約してきたの、世田谷の桜新町ってとこ住むんですけど、なんかサザエさんがいっぱい飾ってありましたね。なんかねサザエさんストリートっていうんですか、あそこあのふわってちょっとやなんか空気が柔らかくなってたから、あここだったらいいかなと思って決めたんですけど、でちょっとその娘がね、高校の3年間悩み続けたことがあるんです。でそれは、自分の人生どっちの方向に行ったらいいんだろうっていうことをすごい考えたので、システムがね日本の学校と違うから時間があるわけ、結構学校早く終わったりするから自分と向き合う時間がすごくあってね。で、まあ結局彼女ねあのその高校3年間もう本当に自分で言ってた、ハゲそうなぐらい悩んだって。で要は、高校卒業して次どういう道に進んでいったらいいんだろうっていうことをみんなそういう会話をしていったんですって、高校時代に。でね、面白い話があってね、向こうの高校卒業してから、日本に帰ってきて2ヶ月だけちょっとねなんか予備校みたいなのに行ったの。まあ、なんか受験対策みたいな感じで、あのTOEFLのスコアを上げるとかそういうことのため の, あの下世話な話していい、たった2ヶ月で50万だったそこの予備校、もうなんか教育ってお金かかるとかってすごい思うんですけど、でねその、予備校の中になんかね絶対取らないといけない授業があって、でそれがね人間力養成講座っていうのがあったので、自分を知りましょうっていう講座なんだって。でめちゃくちゃおかしいのがね、もうママあんなとか言って、まあ、関西弁ですから、あれ人間力養成講座ええねんけど先生が自分分かってないねんやんかって言うんですね。だからもう何の話かさっぱり分からんわとか言ってあの言うんですけど、でもメイは実はもう軸見つかってんねんっていう話を、まあ、その時にあのしてたんですね。でそれは遡るとね、去年の2月
リーダーシップセミナーバンクーバーだったんですね。でうちの娘バンクーバーにまだその時高校生でいてて、で、まあ、どうせバンクーバー行くんだったらっていうことで、ちょっと前乗りして4日間一緒に2人でね、あのオレゴンのポートランドにちょっと旅行に行ったんです、小旅行に。で、まあ、あのすごく楽しかったんですけど、そしたらね、そのたまたまそのポートランドに行ってる時に、栗本百合子ちゃんってダイヤモンドがいるんですけど、関西でね、細見さんってクラウンバサダーがいらっしゃって、その細見さんの彼女のダイヤモンドでね、面白いのがね、百合子と細見さんの、秘書をやっている松本くんってダイヤモンドがいるので、この2人が一つの部屋で泊まるっていうなんかセッティングだったの。細見さんいなくてで、へえみたいな。で、ポートランドに結構ね、ランドマーク的なエースホテルっていうちょっとおしゃれなホテルがあるのね。どうしてもそこに泊まりたかったんだけど、一部屋しか空いてないから細見さんに了解もらって二人で泊まることになりましたとかって言ってたのね。へえと思って、で実際にその行ってる時に何回も出くわしてね、そしたら直子さんめっちゃ部屋狭いねんって言うんですね。もうすごく狭いツインの部屋で、そうなんって。で私は Airbnb で100平米ぐらいの、あの2ベッドルームのすごいかっこいいレジデンスだったので、本当は博士も来るはずだったんだけど、博士あの息子ちゃんがちょっと入院しちゃって来れなくなって、だから一部屋空いてたので、ゆり子よかった、そしたらうち泊まりに来たらってすごいいいよとかって、徒歩で3分ぐらいの距離だったから、行く行くとかって言って、ポートランド の, あのレジデンスでね、一晩ねうちの娘と3人で語ったことがあるんです。でその時にまだうちの娘は方向性が決まらない、大学もどこに行ったらいいか分かんない、アメリカに行こうか日本に戻ってこようか、どこに行こうかなってすごい悩んでた時に、彼女そのゆり子さんが一晩かけて自分の人生を語ってくれたの。なんかでさ、これって特殊じゃないですか、普通高校生栗本ゆり子の人生聞けないですよ。で最後にね、まあまあ本当さ、お酒を飲みながらそのゆり子が言ってくれた一言がね、メイって17歳18、あうちの娘メイって言うんですけど、17歳18歳でねって、やりたいことが全て見えてたらね、逆にすごすぎるって、だからそこを悩むんじゃなくて、やりたくないことだけはっきりさしときってパシッって言ってくれたんですね。でその話をきっかけに、結局本人はこうやって間引いていったわけ、これはやりたくない、これはやりたくない、これはやりたくない。そしたら最後に残ったのが何だったかっていうと、楽しいことをするっていういや結構深いんですよ。で楽しいことをするっていうのが残ったんですって、彼女の中で。でそこから例えば日本に帰ってくるっていうことを決めて、じゃあ楽しいことって何かなって、じゃやっぱり面白い人間が集まってる学校に行きたいってなって、でそれで今の学校を選んだんですよ。で、そんなすごいお勉強できるわけじゃなかったんですけど、なんかね受かっちゃったので、その時にその大学のね、あの栄養入試でねエッセイ書かないといけないんだけど、1時間で、その時に誰に影響されたかを書きなさいだったので、その時に栗本百合子さんっていう人がいましてっていうエッセイを書いたんだって。すごい、こういうことを教えてもらって自分の人生観がこんな風に変わったっていうことを書いたらしいんですけど、なんか後から聞くと、なんかかなりそのエッセイが高評価だったんではないかっていう塾の先生のお見立てもあったんですけど、でもね彼女はそれで軸が定まってるから、またね成長とともにきっと変わるかもしれないけれども、今それがあるからちゃんと選べるの。なんかわかるかな。で軸ってね、ものすごくね、私さっき成功体操なものだと思うなっていう話もしたんですけど、軸っていうのもね、なんかねみんなすっごいすごそうなね、ドバーンって太いものをねなんか持っとかないと、こうコローザーシーみたいなものを持たないといけないのかなって思いがちじゃないですか。でもね、自分の軸って自分にしかわからなくって、でもあなたどんな風に生きたいですかって、私こういうこと好きです、こういうことが得意です、こんな風に生きてみたいと思ってたんです、はっきりさせるだけなんですよね。それが軸っていうもんだと思うし、そこがこういう環境に入るとね、いろんな人に触れ合うじゃないですか。で私ねアムエやっててすごい良かったなって思ってることの一つに、この人の影響が
大きいです。人は人で磨かれるっていう言葉すごく大好きなんですけど、いろんな人にいろんなお話を聞かせてもらったし、いろんな性格の人に会ったし、いろんな考え方を学んだし、そうやっていく中で自分っていうのがすごく見えてきたし、あ、なるほどなって、人ってこうやって成長していくんやな、人ってこうやって変化していくんやなっていうことをこの業界の中ですごく学ばせてもらったって感じ。一人で生きていけないからさ。でも、今日ね、この後、まあ、レベル別ミーティングでもいろいろ話をさせていただくんですけれども、誰も助けてくれないよ自分の人生。本当は誰も変えてくれないよ。もうね、自分で変わってやる、自分で稼いでやる、自分で綺麗になってやる、自分で痩せてやるとか、もうね、自分で幸せになってやるって自分で決めた人から位置抜けたがこの仕事の成功だと思うんです。そのためのきっかけを今日いっぱいね、瀬戸さんが与えてくださってるんじゃないかなと思います。ね、まあ、私もあの今発展途上でね、もう一度なんかチャレンジしてるんです。結構10年ぐらい私ブランクがあって子育てしてて、 でもね同じ体験また来る。でもうめっちゃ目指してるといろんなことが起きる。もうなんでやねんみたいなこと言いたくなるようなこともいっぱいある。でもそれが全部楽しい歴史になるね。一人だったらつまんないよ本当に。あなたはね、これからどういうふうになっていきたいですか。アームウェイに関わる中でもっといっぱいね、自分の可能性を広げていただきたいと思います。もう一回言います。自分でしか自分を変えられません。誰も助けてくれません。誰も変えてくれません。自分で変わる、それしかないと思います。それが今日ここでパシッと決めて、この一瞬で意識を変えれば全部変わるんじゃないかなって思います。ということで、この後またレベル別ミーティングで細かいお話をさせていただけたらなと思います。ということで、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。もう一度盛大な拍手をお願いします。When I close my eyes, I see my whole life ahead of me. いやー、聞き入ってしまいました。素晴らしいスピーチでした。すごいですね。はい、いや、ちょっと北コンさんとの出会いがすごいですね。面白い。はい、黒い人ですね。はい、はい、A さんはどう伝わったんですか。私ですか。私はあのまあね、あの川島町っていうね、わけわかんないところがあるんですけれども、そこであの親友からね、高校専門 あの一緒の親友からネズミ子やろうって言われていいよってことで始まりました僕の名は。はい、全然面白くないですね。はい、すいません。はい、はい、では次のコーナーに行って大丈夫でしょうか。よろしくお願いいたします。はい、はい、では次はカウント中のハロートークをお願いいたします。では、3名ですね。3名ですね、はい、はい、いらっしゃいます、はい、では1組目お呼びいたします。ただいまサファイア DD カウント中の、八千田吉高&弥生さん、ステージへどうぞ。どうぞお願いいたします。瀬戸さん、イレーヌさん、このような機会をありがとうございます。テルキナダイヤモンドグループの八千田弥生です。12月にサファイアのカウントに入ったんですけれども、旋回系はテルキナ夫婦がダイヤモンドを達成した過程を一番近くで見させていただいて、本当に自分の目線を変えることができました。先ほどの表彰を見て思ったんですけども、もっともっと自分のグループからもたくさん達成者を出したいと思いますので、このまま達成していきたいと思います。ありがとうございます。はい、パートナーの八千田吉高です。
先々会計が DD で、先々会計ファウンダー DD だったんですけれども、まあ、今このようにあのカウントを打ててて、自分の目線、まあ、今妻も言ってたんですけど、何が変わったかというと、ずっと自分の口癖のようにあのすごい感謝をしているだとか、その感謝を結果でとかって言うんですけれども、一番の感謝って結局自分が結果を出していって、その環境が素晴らしいということを自分自身で証明することが一番の感謝につながるということが先回計分かったので、今回計カウントが打てたと思います。これをしっかり結果に変えることが一番、瀬戸さんが作ってくるこの環境であったりとか、ガンちゃん、テルキナ夫婦が教えてくれた名というものが正しいということを証明することだと思うので、しっかりと仲間と一緒に楽しんでいきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。では続きまして、はい、2組目ですね。はい、2組目をお呼びいたします。2組目、天宮真嗣、高子、サファイア DD、 ステージへどうぞ。お願いいたします。現在エメラルドカウント中です。皆様こんばんは。山梨の雨宮貴子です。本当にあの倉本のスピーチ素晴らしかったですけれども、あの瀬戸さんの思いがと一番最初ね申し上げてさせていただきましたが、あの今日はね、いよいよ瀬戸さんのずっとおっしゃっていたことが本当になる日だと思うんですよね。でその瀬戸さんが言ってた通りの時代が来るっていうのはどういう感じかっていうと、いよいよあなたの出番ですっていうね、ことなんだと思うんですよね。あの、倉本さんがね、今おっしゃったように、今日の主人公はあなたですっていうね、とこだと思うんですよね。あの、なんていうんですかね、あの、あなたがあなたのままでこれからずっといられる時代がやってくると。そのために、あの、この環境にいるんだっていうことが、はっきりわかる日だということだと思うんですよね。あの、なんていうんですかね、自分のままでいられないってのはどういうことかというと、いっぱいいろんな規制概念がいっぱいくっつくわけですよね。規制概念だらけの社会で私たちはずーっと生きてきてきたわけですよ。あの、もしかしたら生まれた時からずっと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 いろんなゴミがいっぱいついていて、瀬戸さんもいつも僕は若い子が好きだって、なぜかっていうとそのゴミが少ないからだよっていつもおっしゃいますが、でもね、もう20歳以上になるとね、いっぱいゴミがついてるわけですよね。でそのゴミをどん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 外していって、どんどんあなたらしくなった時に、あの本当にあなたがあの決断する日がねやってくるっていうねと思うんですよね。なのでね、あの自分が磨かれていくっていうね、そのどうしたら磨かれていくかって言った時に、本当にあるがままっていうんですかね、自分のままっていうんですかね、迷ったら何に聞いたらいいかっていうとね、私はいつもあの自分の心に手を当てたらいいんだと思うんですよね。でそれが今まで私たちがずっとその DNA をこう培ってきたっていうんですかね、お天道様に恥ずかしくない生き方っていうんですかね、このお天道様に恥ずかしくない生き方が自分の心に手を当てるっていうことだと思うんです。でそれを本当にできる時代がやってきたっていうことだと思うんですよね。なのでね、あのそれがわかる記念日に私もまた再びなりましたし、ここに参加されている方もみんな今日はなるんじゃないかというふうに思っています。ということで、どんどん自分らしく生きる時代に、なっていくということで、本当にこれからが楽しみです。で今まではワクワクがついたら、ワクワクってなったらドキドキだったと思うんですよね。できたらどうしよう、でもできなかったらどうしようのワクワクドキドキだと思うんですが、これからは本当に自分らしいことを選択していくと、ワクワクニコニコの時代がやってくるというふうに確信をしています。ぜひご一緒に頑張っていきましょう。ありがとうございます。はい、パートナーの雨宮真嗣です。今日はこのような機会をあの与えていただいてありがとうございます。あの今あの倉本さんの話を聞いて、
っていうか、そのすごい話の後に話すのもちょっとおこがましいのですが、あの軸かと思って、僕の軸って何だろうって今思った時に、みんなどう思いました？思わなかったですか？自分の軸って何だろうって。で、僕の軸はあのこの顔して言うのも変なんですけども、愛です。選ぶこと、その行動だったり言動だったり、あのそれが愛に基づいているかどうかっていうのが僕にとってはすごくあの重要だと思ってます。で、あのその3つのワクワクっていう話もすごいなと思って、今貴子があの生まれて育つと二十歳になった時にはもうゴミがいっぱいついてるよって今言いましたけど、そのゴミっていうのはその頭のワクワクにくっついてるような気がします。でもしかするとその心にも少し影響してるのかなと。でもその奥の魂っていったところは本当にゴミがつきようのない場所だと私は思っていて、でそこに基づいたいろんなチョイス、アムウェイをなぜ選んでるのか、今自分がついている仕事、今日なぜここに来たのか、それが本当に魂に基づいてあの行動ができていたら、それこそ幸せなんじゃないかなって思います。今瀬戸さんが、今年節分からまた時代が変わって、あのよくあの皆さんの前でお話しされてますけれども、まさにその新しい時代、それって本当に魂の時代が来たんじゃないかって思います。皆さんが、私もそうなんですけれども、アムウェイの基本 For You っていうことをする前に、自分自身の人生、自分自身の魂を大事にしていくことが今本当に大事なんだなって、今倉本さんの話を聞きながらも思いました。皆さん、一緒に、素晴らしい人生を作っていきましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。そうしましたら、はい、カウント中ハロートーク3組目ということで、野沢雅勝、ファンダーズエメラルド D ですね、現在ダイヤモンドカウント中ということで、よろしくお願いいたします。はい、こんばんは。野沢です。瀬戸さん、イレーヌさん、スタッフの皆さん、いつもありがとうございます。おかげさまで今月で多分3回目入ると思うんですけど、 1,2,3 系列目はもう終わってまして、まああと 4,5,6 系列目もうちの仲間はまあみんな優秀なので余裕で達成できるかなと思ってます。こんなんで大丈夫なのかなって、なんていうのかな、いい意味で緊張感がないですね。で、僕の役割はまあゆとり対策なんで、ちょっと一個言うなら、あ、二個かな、まあいいや。あ、ワンピースの新しいの買いました？どうせ買ってないんでしょみんなね。まあいいや、シャンクスぐらいわかるでしょ。あ、はじめましての方ね、あのこいつ何言ってんだって思うかもしれないけど、あの構わず話します。僕ね、瀬戸グループだと思ってる方いらっしゃると思うんですけど、僕一応じゃないな、ちゃんとした香るグループで、で、あ、まだね、始めたばかりの方ね、アドバイスっていうほどのおこがましいものじゃないんだけど、ぜひね、皆さんにとってのシャンクスを見つけたらいいと思います。さっき倉本さんも素晴らしいお話されてましたけど、やっぱりね、20代で僕もアムウェイ始めましたが、かっこいい大人いっぱいいますよね。なんで皆さんの中でシャンクスを見つけたらいいことと、あとね、瀬戸さんは僕にとってはシルバーズレイリーなので、わかりますよ、レイリーね。まあ、覇気の使い方を教えてもらったなと思います。で、
山崎匠さん、シャンクス、僕にとってね。で、彼のね、日めくりカレンダーがあってね、そのね、4日だったと思うんだけど、あ、明日4日、リッチの誕生日ですよね。ね、今日は3日で節分から1ヶ月目ですよね。すごいですよね。で、その4日目だったと思うんだけど、匠さんの日めくりカレンダーに、達成感のない、さらっとした達成をって書いてあるんですよ。なので、僕、サファイア達成した時ね、サファイアの達成気づいてなかったんですよね。翌月、コーディネーターから電話かかってきて気づいたし、エメラルドも、まあ、さらっとしてたかな。だからダイヤモンドもさらっとやったらかっこいいんじゃないかなってね、僕なりに思ってます。で、僕もともと映画の人なんで、一応皆さんにおすすめ、あ、明日、明後日かな、アメリカのアカデミー賞発表されますよね。ぜひね、おすすめはね、今やってる映画でね、グレーテストショーマン、見た方、はい。あ、素晴らしいって大体うちのグループなんじゃねえの、それ。皆さんね、グレーテストショーマン見た方がいいですよ。本当に。ね、あのね、まあ、アムエっぽい普通の言い方をするなら LM ですね。グレーテストショーマンってね、P.T. バーナムっていう実在にいたエンターテイナーの、まあ、父と言われている人なんですけどね、その人の人生をミュージカル調にギュギュッとね、なってるんですけど、まあ、彼がね、なんて言ったかっていうと、まあ、彼は詐欺師とも言われていたんですが、まあ、彼曰く、最高の芸術とは人を幸せにすることっていうね。で、昔カオルさんもね、アムエは芸術よってカオルさんもおっしゃってて、このおっさん何言ってんだと思ったんだけど、今はね、よくわかります。で、結局自己表現だしね、人生というのの作品ですよね。で、僕の仕事はゆとりの子たちに気づかせる、おこがましい言い方をするなら気づかせることが仕事なんで、気づかせるってね、絶対質問力なんですよ。でね、最近思ったことは、まあ僕は日々哲学、さっきもね、テルキナさんとご飯、あ、施設さんごちそうさまでした。ご飯食べてて、野沢さんって普段何やってんですかって聞かれるんですけど、僕は大体本読んでます。うん、で、まあ日々哲学してるんですけどね、最近思ったことは、ゆとりの子たちね、もう生まれた時から、こんな感じですよね。物はあるし、なんだろう。音楽ただで聴けるし、映像もただで見れちゃうし、なんか、いわゆる欲求があんまないのかな。あと、未来はなんか不透明だし、なんかね、いい意味じゃないかな。悪い意味で、まあ、諦めてる人たちがたくさんいてね。で、命の使い方がよくわかってないんじゃないかなと思うんだけれども、最近思うことは、要は自分の命だから好きなように使ってもいいじゃないか、みたいな感じで、ああそうだ、今月3月だから3月31日に、なんとこの国は、就職が決まらないという理由でね、1000人自殺するらしいですよね。1日が入社式じゃないですか。だけど自分は親の言うことを聞いて、勉強して、いい大学に入り、いい会社に入れるっていうふうに、親に言われてその通りにやってきたら、就職できないで、で、友達は4月の1日入社式。でも自分はそれがない。からね、死んじゃう人っているらしいんですよね。で、その人たちの考え方はおそらく自分の命だから自由に使っていいみたいに思ってるんじゃないのかなって思うんですけど、ね、要はね、皆さん物心ついたのいつですか？最初の記憶ね、僕は4歳ぐらいかな。幼稚園ぐらいじゃないですかね、多分。あ、3歳ぐらいかな。うちの姉とね、小学校に行ってね、ぐるぐる回るシーンソーに乗せられてね、手を骨折したのがね、覚えてますけど。最初の記憶ね。その時多分3歳か4歳ぐらいです。だからもうね、物心ついた時ね、命ってあったんですよね。わかります？だから命が先です。言ってる意味わかります？皆さんが気づいた時に命はもうあったから、命は皆さんのものではなくて、命はもう先にあったんですよ。ね、もうゆとりの子ついてこれないでしょ？ね、僕の話ね、ボディーブローなんで、明日の昼ぐらいにこう、聞いてきます。ね、今は分からなくていい。ね、で、ゆとり対策でいつも言ってますが、ゆとりの子はね、例え話です。ね、例えば、飲みに行って気づいたら、タクシーの中だったみたいな人いるかもしれませんよね。気づいたらタクシーの中だったんでしょ？そのタクシーはあなたのものじゃないですよね。気づいたらタクシーに乗ってたんでしょ？
ね、だから皆さんのその心と体と魂と、まあまあまあ、一般的に言ったら命はね、皆さんのものじゃないんですよね。なんでね、その辺が分かるようになると、今日ね、瀬戸さんのこのね、集まりに来てる意味がね、深く深く分かるんじゃないかなと思います。ということで、ダイヤモンドさらっとやりますので、うちのグループの仲間たち頼りにしてます。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ゆとりの話をしているときに3回ぐらい私目が合いましたけれども、何そういう捉え方で、ゆとりですね、はい、言葉は定義して使えということですね、はい、あれあの聞こえてますか。さっきあの5メーター先に話しかけるように喋りなさいというふうに言われてるんですけども、後ろの方大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。はい。はい。ということで、次のコーナーですね、2組目のゲストスピーチのコーナーになります。山田雅宏、ダイヤモンド DD ですね。ちなみに私も雅宏です。はい。ということで、あれ元気ですか。はい。いきますよ。大阪市在住ですね。先ほども紹介ありましたけれども、ニックネームは博士ということで、27歳の時に今の会社の派遣の主婦の方からビジネスが伝わり、31歳でエメラルド達成で、その後2年後に33歳でダイヤモンドを達成されているということで、先ほどのファイナンシャルプランも素晴らしいお話でしたけれども、また面白い話が聞けるかなと思います。ということで、山田雅宏、ダイヤモンド DD、 よろしくお願いいたします。こんばんは。一部ではありがとうございました。いや、あの野沢さん の、 あの言われたグレイテスショーマン、僕はあの、多分上映始まって何日目かにあの9歳の子供と見に行ったんですけど、すごい良かったですよ。やっぱりまあ、うちはパートナーと一緒に頑張ってるので、パートナーが、まあ、東京にグループが何系列かあるので、パートナーが東京に行ってるときは僕は子供といるの で、 逆に僕が東京に行ってるときは大体パートナー子供に行ったり、まあ、たまに2人で東京出ることもあるんですけど、たまたま今回は、パートナーが出てるときだったので、まあ、子供と時間過ごそうということでその映画見に行ったんですけど、すごい良くて、あのうちの子供も終わった後にすごい良かったって言ってて、まあ、どこまで分かったかは分からないです。でもなんか本人的にはすごい良かったみたいで、そのミュージカル調だったらノリノリでなんか踊りながらこうあの途中見てたので、すごい良かったんで、ぜひあの見られたらいいかなって思います。で、まあ、僕直子さんのグループなんですけれど、まあ、僕にとってのシャンクス多分直子さんですね。あのずっと、まあ、シャンクスは男になってしまうので怒られてしまうかもしれませんけど、あのそんな存在だったんで、はい。まあ、じゃあ僕もちょっとストーリーから入った方がいいと思うので、ちょっとストーリー話させてもらうと、これ前回、ゲストの時に話させていただいたんで、ちょっとまあ重複する方いるかもしれませんけど、まあ、アムウェイは27歳の時に、会社の派遣社員からやってきたっていうところなんですけど、27歳大学院を出て、で25から社会に出てますので入社3年目っていう状態でして、でまあ、入社3年目なので、まあ、大体なんとなく会社のこと、世の中のこと、なんとなくちょっと分かった気になりますよね。落ち着いてきて。で、学生時代から付き合っていた当時の、まあ、彼女、今のパートナーもいて、あの、なんとなく僕の方から入社3年目ぐらいになったら結婚しようって話はなんとなくしてたんですね。で、なので結婚することが決まってるっていう時だったんです。で、もう一つあって、
入社3年目になって、嫌いな上司に変わったっていうのは結構大きくて、それまではすごく大好きな上司のもとで仕事をしたんです。この人と一緒に仕事するのは楽しいなと思ってて、で入社3年目になって急に嫌いな上司に変わって、これ前も言いましたけど、ある日突然ずらかぶって会社に来られた上司の方で、それまで薄かったんですよ。でみんなからカッパというあだ名がついたんですけど、そのカッパな方が急にこうなんか綺麗な髪の毛になって来られて、でなんか気づいてほしそうに女子社員の前でニコニコしてるっていう、で上でよくある上を見て仕事をするタイプの方で、まあ、この人の評価で人生決まるのはちょっとやだなって思ってたっていう、まあいろんなタイミングはあったんですけれど、でその時に研究職、今も研究職ですけれど、国家プロジェクトといって国からお金をもらってやる研究というのがありまして、国から予算をもらってなんかその研究を、まあ、国に対して発表するみたいな、報告するみたいな、そういう研究内容だったんですけど、まあ、当然ちょっと大きめの仕事になるので人手が足りないということもあったので、派遣社員の方を採用するっていう機会があって、まあ、その採用した主婦の方が僕のスポンサーになるっていう、そういう話なんですね。で、まあ、きっかけはいろいろあったんですけど、入社3年目、結婚する、将来どうしようっていろいろ考えるわけです。だから、仕事に不満があったかというと、別に不満はなかったです。やりがい全然あったので、別にこの仕事が嫌だと思ったことはなくて、まあ、その上司は嫌だったですけど、仕事自体は全然楽しくて、一生懸命頑張ってて、ただ、なんとなくこの先の人生、これでいいのかなぐらいは思ってて、あと、家族って守れるのかなみたいなことで、独身だったらあんまり気にしないですよね。自分さえ食べれればいいですし、極端なこと言ったら自分さえ生きていければいいわけなんですけど、結婚するとなると特に話は別で、結婚して自分の家族を守るっていうことを考えたときに、なんとなく大丈夫かなと思っているときにアムウェイがやってきたってことです。で、ちょうどアムウェイをする、1、2ヶ月ぐらい前に、高校時代の、親友から、他ネット、他の他社ネットワークビジネスがやってきたっていうのが僕のネットワークビジネスのスタートだったんですけれど、全然そのネットワークビジネスというものを知らなかった僕は、たまたまその友達からネットワークビジネスが来た時に、どう思ったかっていうと、ネットワークビジネスっていうのはちゃんとしてるんだっていうことが分かったんですね。なんかそのよく言う世間で言うネズミ講じゃないぐらいは分かりましたし、ただその、友達がやってたネットワークビジネスはアムウェイと違って製品がそんなに良くなかったので、これは仕事にならないだろうなっていうことと、登録料が38万円だったので、38万円は回収できないだろうなっていう、そういう理由で、まあ、やらなかったんですけど、まあ、友達が登録料を出してくれるっていうすごい状態だったんで、まあ、サインして、まあ、ミーティングも1、2回ぐらいは行ったんですけど、まあ、そんな感じだったんです。で、アムウェイも、ネットワークビジネスだっていうことが分かったので、最初はその、スポンサーに当たる、1つか2つ年上の主婦の人のことをバカにしてました、どちらかというと。アムウェイ、もう全然関係ないからいい、いい、みたいな感じで。ただその当然仲は良かったですし、仕事も一緒にやってましたし、まあ普通に仕事でずっと喋っていくわけなんですけど、ある時何かのきっかけで、そうそうアムウェイとかよく言ってくるけれど、そんな所詮、過去やってたって言ったんで、過去やってて一旦辞めてしまうような仕事は大したことないと、所詮そのレベルの仕事でしょっていう話をした時に、その主婦の方が一言言ったのが、いや私は少しアムウェイを頑張った、本気で頑張った時期がちょっとあるから、今でも数万円収入が入り続けてるんですよって話をされたんですね。で、その時にもうすぐ思ったのが、やってなくて入るんだったら、これは権利収入だなと思ったんで、もうその瞬間で聞きたいって言ったのがスタートです。で、翌日会社終わってすぐプランを聞いて、その場でやるって言ったタイプなんですね。これは絶対やるって言って。で、サインしたっていうことなんですけど、ただ、サインしたての頃ってやっぱ誤解も当然あって、この製品どうやって売るんだしか思わなかったんですね。カタログ見てなんか洗剤がある、まあ、サプリメントもある、こんなんよく売れないわと思った時に、まあ、スポンサーすごい偉かったんですけど、そのすぐにデモを見せてもらって、でデモを見た時に、あ、これを見せればいいんだなと、売らなくてもいいから見せればいいんだってことがすぐ分かったのと、すぐその後数日後の最初の週末の時に、アップラインの倉本さん、まあ、当時はご夫婦でしたので、倉本家に行かせてもらって、で、倉本さん、旦那さんの方から、マーケティングプランをもう一回聞いた時に、あ、これ絶対やった方がいいなって思ったんですね。で、なんでやった方がいいなって思ったかっていうと、マーケティングプランが分からなかったわけじゃないんですけれど、未来が見えたっていうのがすごく大きくて、当時、さっき出てました、娘さんのメイちゃんって女の子は多分2歳ぐらいだったと思うんですけど、2歳ぐらいだったメイちゃんがいた時に、その倉本さんの方に、休みの日どうしてるんですかとか、普段はどうしてるんですかって、そこは気になったんで、そのアムウェイがどういう感じかと思って聞いた時に、
休み、別に休みって毎日休みだけど休めるでって言われたわけですよね。あ、そうかみたいな感じで、じゃあ普段どうしてるんですかって聞いたら、あ、そうやなって言って、なんか、まあ朝起きたらとりあえず目連れて近くの公園まで散歩行ってるかなって言われて、で散歩行って帰ってきて、まあご飯でも食べてシャワーでも浴びて、まあそっからまあ好きにしてるかなみたいな感じのことを言われて、で、あ、まあサーフィン来た時は行ってるかなみたいなことを言われた時に、単純にどう思ったかっていうと、あの未来が違いすぎると分かったんですね。あの雨がどうとか、その何がどうとかいう話じゃなくて、結局自分がしたかった人生って何だったんだろうって考えた時に、会社で仕事をしてて分かった未来っていうのは、子供とはあの自由な時間を取りにくいってことがすごい分かってたので、仕事は好きだけど多分子供と過ごすような父親には多分なかなかなれないだろうなって思ったんですけれど、その倉本さんを見た時に、子供と自由に過ごしてるじゃないですか、普通に。でどちらかというと僕それやりたいような状態だったんです。痛い時に子供と入れるっていうのは、当時夢が少なかった僕の中で結構強かった夢だったんで、それって思った時に、もう未来どっちをやったらいいかはっきりしますよね。こちらをやった方が自分の未来に欲しいものが詰まってるって分かった瞬間に、その日から気持ちの上では本業がアムウェイに変わったっていうことなんです。だからそのどういう感じでアムウェイ捉えてるか、皆さん捉えられてるか分からないですけれど、僕はその未来が分かった時に、その日からアムウェイが自分の中で本業になったって気持ちの上でね、収入は全然その時アムウェイはゼロですよ。で会社の方が多分27だったんで600万ぐらいですかね、600万ぐらいの多分年収はあったと思うんですけど、600万対ゼロでだったわけなんですけど、自分の中でアムウェイが本業だと、何年かかるかわからないけれど将来的にはアムウェイで食べていくって決めたその日があったんですね。でまあ、ダイヤモンドは6年っていう話だったんですけど、これもすごい何が良かったかっていうと、その倉本さんにまあいろいろ聞くわけで、まあ、エグゼクティブダイヤって話を聞いた時に、どういうふうに頑張ったらいいですかって時に、そうやなって、とりあえずダイヤになったらええんちゃうかって言われたんですよ。あ、わかりましたって感じで、6人やからなるなるって言って、そんなんできるから言って、で倉本さんなどれぐらいになったんですか、あ、俺2年半って言われたんですよね。2年半って、で基準がないんですよね。基準がないんで、でえと思った時に、ちょっと北コングループの人のいろんなダイヤモンドの方の話をしてくれた時に、ほぼ全員3年以内だったんです。だからそうやなって、スタートから本気でやるやつは3年やなって言って、でちょっと自信がなかったんで4年って決めてあったんですね。ちょっと3年はちょっと自信ない、4年ならいけると思ってやったら6年だったって話で、これ結構基準値ってすごい大事だと思ってて、どこに自分の基準値を設定するかってすごい大事じゃないですか。で基準値って勝手に自分が決めてしまうんで、いわゆる枠ってやつですよね。でこれがすごい最初の時に結構大事なとこになってくるので、僕の場合は、2年半でダイヤモンドをやり、3年でできるよって言ってくれた方がいたので、あ、3年、まあ4年かなって思ってやれたっていうことなので、なんか基準値っていうのはすごい大事じゃないかなと思います。皆さんの周りに、基準値を上げてくれる方がどれぐらいいるかっていうことですね。別にこの仕事、自由な仕事ですから、10年かかって SP になっても構わないです。逆に言うと10年 SP になるのかかると思ってもいいわけじゃないですか。でも、僕の場合そうですけど、3年でダイヤになるのが本気の人の基準だって思うのも自由なわけで、で、僕は3年でダイヤって思って、あ、4年、あ、僕の4年か。4年ダイヤって思ってたので、ダイヤまでは全然なんか、そこまでまずやってしまおうっていう感じで始めれたのが大きかったっていうことですね。で、よく聞かれるんですけれど、サラリーマン、今21年目に入ってるので、なんか、サラリーマンやりながらどうやってやるんですかってよく聞かれますけど、別に何を考えたかっていうと、まあ当時も仕事忙しかったんです。で、忙しかったので、単純に思ったのは、時間作らないと無理だなってことぐらいはわかるじゃないですか。時間を作らないと、そのスポンサーからは、どうしたらいいの？とりあえず製品使ってミーティングおいでって言って、ミーティング、これ仕事だからねって言って、ミーティングが一番大事な仕事って、会社でも会議って欠席しないでしょって大事な会議はって、アムウェイのミーティングもそういうもんだから、これとりあえず全部おいでって言われたんで、全部行くって答えるわけです。わかったわかった、頑張りたから全部行くねって答えて、まあやり始めたんですけど、大体ミーティングってわかると思うんですけど、大体7時とか8時ぐらいから始まるじゃないですか。で、最初に何をしたかっていうと、もうスケジューリングですね。どうやったらミーティングに最初から行けるかっていうことをまず考えるっていうのが僕のアムウェイのスタートだったんです。普通にダラダラやってるとミーティング間に合わないぐらい分かるので、どうやったら7時に行けるのかな、どうやったら7時半に行けるのかなってずっとそこを考えてました。だから時間を作るって
多分分かる話だと思うんですけど、会社とかでもいません？夕方ぐらいからやったら元気になる上司。なんか午前中ぼーっとしてて、昼過ぎもぼーっとしてて、夕方から急にエンジンかかり出して、なんか定時で帰るやつをなんやこいつみたいなに見る上司いますよね。あれってあの人の決めてる時間がそうなんですよね。で、僕は当然そんなんじゃダメなので、僕の定時は、まあ、会社5時40分終了なので、5時40分が定時なので、5時40分に帰るためにはどうすればいいんだろうということを毎日考えて、仕事をしてたんです。で、毎日考えて仕事してどうなるかっていうと、その日に会社に行って、その日にバタバタ慌てててでも間に合わないってことに気づくので、3日単位で考えたり、1週間単位で考えたり、だんだん1ヶ月単位で考えたりっていうふうに仕事のスケジュール考えるようになった時に、どうなったかっていうと、普通に、あ、時間のやりくりってできるんだなって普通に思ったんですね。で、結局何がそれで良かったかっていうと、効率が良くなりました、会社の。要は会社は早く帰る。まあ、それが会社で評価されたかどうかは別ですよ。ただ自分の中ではアムウェイが、その時から気持ちの上で本業だったので、早く帰って早くするっていうことをやり出したっていう感じです。これがスタート。で、もう本当に基準がないですから、スポンサーに、まず、6月の末ぐらいにサインするわけですけど、どうしたらいい？ただ3万点買いって言われたんで、じゃあ3万点買いますって買うわけです。で、次どうしたらいいのっていう時に、とりあえず人に会わないと始まらないから、いろいろ友達に会っといでって言われて、まあ、ついてきてくれたりするわけですけど、会っていって、何頑張ったらいいの？とりあえず先月 3% だったから、あなたは今月 6% ねって言われるわけです。じゃあ 6% よくわからんけど、まあ、やるわって言って、グループを作っていくと、途中で、このペースだったら 6% じゃなくて 9% 多分なれると思うから、9% にしたらって言われるんで、じゃあ 9% するわって言ってやっていったって、そんな感じですね。で、サインして3ヶ月目に、6月の末にサインして、8月の末には、一応ゴールドスターピンという状態になって 12% ってなったっていう感じなんです。で、ここまで順調でしょ。で、問題ここからなんですけれど、これよくうちのグループだったら近い人は知ってるんですけど、うちのパートナーがいるんですけど、パートナーってもともと超アムウェイ大アンチだったんですね。で、まあ、大アンチだったというか、僕は大アンチにしたっていうのが正しくて、僕はこのアムウェイやると決めたときに、仕事としてやるって決めて、その瞬間で、この二人の人間だけは、敵に回してはいけないと思った人間が二人いて、それが母親とパートナーだったんです。これはもうめんどくさいと思って、ここ。なので、サインして、プラン聞いて、で、その日のうちにマーケティングプランを覚えて、翌日にパートナーと母親、一日ぐらいかな、二人にマーケティングプランをして、こういう内容だから、3年間自分は真剣にやる。とりあえず真剣にやる。で、会社の仕事は基本手は抜かないと。だから黙っといてねって言ってアムウェイを始めたんで、自分がやる仕事だから黙って見といてくれたらいいからって。で、使える製品があったら使ってくれたらいいからっていうことでスタートをしてやり出したんですけど、これもいつも言ってる話ですけど、スポンサーが女性だったっていうのがまず一つ。で、結婚で、結婚3ヶ月前にアムウェイを聞き、そこからアムウェイの優先順位が1番に変わり、結婚式の相談、打ち合わせにも行かなくなり、で、スポンサーは女性で、で、当時そんなやっぱお金がないわけですから、ミーティングとか、アポの後に振り返りってありますよね。今日の一日どうだったか。そのアポの振り返りを家の前に車を止め、スポンサーと二人で1時間ぐらいずっと喋るっていうことを毎晩やったわけです。だからパートナーから見たら、急にアムウェイやり出して、優先順位がアムウェイが1番に変わり、私が2番になり、で、帰ってきたと思ったら、家の前に車を止めて、ずっと、見知らぬ女の人と喋ってる僕なわけですよね。それでアムウェイ大アンチにしてしまったっていうのがあって、もう結婚式とかの時も、もうなんか、まあ、結婚式の時は当然、式の時は当然式に集中しますから、この状態が続いたらいいみたいな感じのことを言われたりしたんですけど、結婚式の次の日も泊まったホテルから僕ラリーに行ってしまったので、それもまたアンチなパートナーをなんか増幅させてしまったっていうのがありました。で、それよく言われるんですけど、当時の僕からしたらどういう感じだったかというと、僕は最初に会社の同期と、大学時代の研究室仲間に伝えたんですね。大学時代の研究室仲間が、一人は横浜、一人は大分だったので、その二人に伝えたら、二人ともやるって言ったわけです。やるって言って、で、じゃあこういう大きなミーティングがあるからって言ったのが、中島かおるさん主催の神戸のニューイヤーラリーがあったんで、そこに呼んでたのがたまたま結婚式の次の日だったって話なんですね。で、僕からしたら、仕事で絶対やるといい、友達に対して一緒に成功しようと言ったのに、
誘い逃げてできないじゃないですか。だから僕からしたらまともな理由だったんですけど、ただ当時パートナーから見たらどうだったかというと、結婚式の翌日に親戚連中がいる前で一人で服を着替えてミーティングに行ってしまう旦那だったんで、もう超アムエ大アンチにしてしまったっていうのがあったんですね。で、それからずっと夫婦関係がずっとこじれた状態がずっと続き、で、そこから、ビジネスもやっぱり伸びないです、全く。もうずっとこんな感じになり、で、9月、10月、11月で済んで、まあ12月が運命の時だったんですけど、12月運命の日がやってきて、で、まあいつものようにミーティングに行ってきますで帰ってきて、そしたらまあ家に帰ってくると、パートナーがいないんですね。で、いないよ、どうしたんだろうなと思って、当時、自分がマンションの2階に両親が住んでいる4階が僕らが住んでたんです。2階と4階で住んでる関係だったんですけど、母親から電話がかかってきて、ちょっと降りといでって言われるわけです。で、ちょっと降りといでって降りていったら、パッと開けると、なんとなくわかりますよね。雰囲気怪しい時って。なんかいつもと雰囲気違うなと思ったら、リビング、ダイニングテーブルはこうドーンと置いてあって、そこに、父、母、弟、パートナー、おばあちゃんって座ってる状態。いわゆる家族会議ですよね。家族会議がいきなりセッティングされてて、で、なんか急に、そこ座りみたいな感じで、別に座るけどみたいな感じで座って、次にまあ、当然始まるわけです。アムエに関してのことが。あんたアムエやってるの知ってるけどなって、はいはい、みたいな話で、一生懸命やってるのも知ってるけれど、自分の奥さん見てみって、新婚3ヶ月やないのって、新婚3ヶ月やけど、旦那のあんたは帰ってこないからってことで、どうしましょうって言って、いつも相談に来るって、こんな状態で、あんたアムエどう考えてるのみたいな感じで、わーって話をして、それでもやるんだみたいなことをずっと言うと、話の折り合いがつかないわけですよね。で、つかない中でどうなったかっていうと、もう全然話の折り合いつかないので、うちの母親がちょっと切れ気味な感じで、そんだけ雨やりたいんやったら、もう私、あんたとはこの縁切るって言われたんですよね。で、その時に僕がもう切ったらいいって言ってしまって、で、切ったらいいって言ってしまった瞬間、その部屋全体がシーンとしてしまって、もうそういう沈黙ですよね、ずっと。で、多分母親そう言うとは思ってなかったみたいで、そう言ったらちょっとは控えるんじゃないかと思ったら、もう切ったらいいって言ったものなので、それずっと沈黙になって、で、まあ、僕の中ではそういう確信があったんで、アムエ絶対やるっていう。で、僕の中で何と思ったかというと、もともとアムエやる時の理由も説明してて、家族を幸せにするということが一番ですと。別に自分が収入欲しいかどうか欲しいけど、一番はやっぱ家族を幸せにしたいからやるって言ってたんで、だから家族幸せにするって言ってやってるアムエ、自分の欲だけでやってないのに、それが理解できないんやったら、そんな親子で折れるわけないって言ったんですよね。そしたらもうすごい親が黙ってしまって、しばらくした時に、うちの奥さんみちこなんで、みっちゃんって、この人がそれだけ真剣に考えてるアムエだったら、私たちの知らないものがきっとその中に何かあるはずだと。だから、嫌だと思うけれど、その一回ミーティングっていうやつ、そのミーティングにしばらく私もついていってあげるから一緒に行こうって言ったのが当時の母親だったんです。で、12月のクリスマス近くにそういう話が出たので、そこから、1月、2月、3月でなった時に、実はこの一泊セミナーっていうのに、うちのパートナーが来て、そこで本気になったっていうのが実はきっかけなんですね。で、それもそのパートナーって一泊セミナー全く来る気なかったんですけど、いや、当然嫌って言うわけですけど、なぜかうちの母親にフロントができてて。で、そのフロントがすっごいパワーのある、要はおばさんだったんですね。おばさんやる気です。もうめちゃくちゃやる気。で、セミナーの話をすると、それ私行ってみたいって言うわけですよね。で、みちこさん行きましょうって。私、一人じゃ余裕かんから、あなた一緒に来るのよとか言って、いやいやついてきたって話で、で、結局そのおばさんと一緒に来たら分かってしまったんですね。だから、サインしてから9ヶ月、パートナーはやるまでかかったわけなんですけど、逆に言うと、9ヶ月かかって分かったって話ですけど、その時に思ったことは、あっと思って、結局身内ってやるわと思ったんですね。で、実際、その3月にやるって言ったパートナーが何をしたかというと、一泊セミナー終わったその次の日に、いきなり東京の妹に電話して、今すぐ大阪に来なさい、交通費出すからって言った時に、妹はお姉ちゃんたちは離婚すると思って来たんですね。で、離婚すると思って来たら、あなたアムエやりなさいって言って、アムエをすることになり、で、その次はどうなったかというと、母親に、お母さんやっぱりアムエはすごいですよって、お母さんもっとミーティング行きましょうって言って、誘い出して。結局、その母親が1系列目、で、パートナー妹が3系列目です。で、2系列目いとこなので全部身内なんですけど、なったってことで、すごい僕その時に思ったことがあって、本当に自分の大事な人、自分の、一生かけてでも分からしたい人っていうのは、そのビジネスするかどうかは分からないけれど、絶対分かるっていう確信が入ったんですね。
でそれ結構大きくて、多分この中で家族反対されてる方いません？きっといると思うんですね。で多分反対してるのは何に反対してるかっていうと、この人ほんまにやるのっていうのを多分思われてるんじゃないかなと思います。僕絶対買えなかったので、要はコンクラベですよね。もうほとんどコンクラベに買ったっていう感じです。多分家族に反対されてる方、ほとんどの方が心配されてる、もしくはこの人には無理なんじゃないかって思われてると思うんですけど、それを強い意志を持ってやるってことを決めてれば、そこでなんかお願いみたいな空気どっか出てるんじゃないですかね。いや、反対してるところって絶対やるって決めれば、ビジネスするかどうかわからないですけど、例えば使うっていう形で協力者になったり、うまくいってるのみたいな感じで声をかけてくれるかもしれない。どういう形かわからないですけど、必ず協力者になるっていうふうに思ってます。で結局そのパートナーが加わって、そこから何ヶ月かな、3月だから5ヶ月後に SP になり、で3ヶ月後に GP になり、その3ヶ月後に DD になり、4ヶ月後に Ruby になり、その半年後にエメラルドカウントになったって、そんな感じですね。でね、結構アムエですごい大事なことがあると思うんですけれど、アムエっていう話は最初は誤解とか、もしくは理解しない状態から始まると思うんです。スタートは誤解とか理解しない状態でね、その次の段階って何かっていうと、理解とか納得ってところまでって結構これ実は簡単なんです。例えば正しいマーケティングプランをするとおかしくないってぐらいわかるじゃないですか。でもそこからするってならないですよね。ほとんどの方ここで止まってると思ってて、でなぜかっていう話なんですけど、誤解とかそのね、理解してない状態の次に納得とか理解の上にもう一つ上に共感っていうのがあるんですよね。で実はビジネスをするかどうかっていうのは、僕この共感っていうゾーンに行けるかどうかだと思ってます。パートナーにしろ、うちの母親にしろ、今いるフロント陣にしろ、おそらく何か共感したはずなんです。自分のアムエーカーに対して。でそこがすごい大事じゃないかなって思ってて、でね、これすごい大事なことなんですけど、自分がなぜアムエやるかっていうのを言葉にできますか？自分がどういう、なんでアムエやるのか、ここですよね、一番大事な、なぜアムエやりますか？で、もう一つ、なぜあなたに伝えてますかって、これマーケティングプラン伝えた時に絶対喋る二つですよね。なぜアムエやるんですか？なぜアムエやってますかと、なぜアムエ伝えてるかって喋りますよね。ここの二つって言葉にできてます？意外と言葉にできてる人少ないなって気がするんですね。海外でこういう話があります。日本人は、意見を求められてもなかなか意見が出てこないと。で、そういう時に海外の人はその日本人なんて思うかっていうと、この日本人何も考えてないと思われるんです。これどういうことかっていうと、言葉にできないということは言葉にできるほど普段から考えていないっていう話なんです。これすごい大事なところだと思ってるんですね。実際言葉にできますか、自分のこと。なんかよくこうゆとり世代じゃないですけど、モヤモヤするって言葉使う人めちゃくちゃ多くないですか。すごいこれ曖昧な状態で置いてません？もやもやする。なんかもやもやするっていうのは許されるような気してませんか？もやもやする。何ですかそのもやもやするって。本当はあるんじゃないですか？考えてます？自分の感情がどういうものか。普段から言葉にする訓練してますか？普段から言葉にすることをしていないから言葉に出ないんじゃないですか？テクニカルな言葉使っても誰もアムエしないですよね。テクニカルな言葉はアップライン喋ってくれますよね。でもその人なんでしないんですか？あなたが自分の言葉で喋らないからじゃないですか。喋ってます？自分の言葉でアムエを。私はこういう理由であるんだっていう。それが志っていう話になるのかもしれません。もっと自分のなんか、思ってること、ちゃんと言葉にすること大事だと思ってるので、なんかネットとかね、SNS とかがすごい流行って、こんだけ使えるようになってくると、気持ちいい言葉っていくらでもあるんですよ。でもそれ他人の言葉です。あなたの言葉でアムエ伝えてます？そこがなかったら僕アムエ誰もやらないなと思ってるんです。なんか、なんとなくその雑な言葉で終わらせてません？かわいいとか、やばいとか、超すごいとか。こんな言葉使ってたら感情鈍りますよ。何がやばいんですか？何がかわいいんですか？何がすごいんですか？ちゃんと喋れますか？ここをね、最初に自分の中で言語化。言葉にするということが実はこのアムエですごく大事なことだと思ってるんです。この一泊二日のセミナーの中で、まあ、当然いろんな時間があって、あるので、いろいろなこと思うかもしれないですけど、僕が一番お勧めするのは、なぜアムウェイなのかっていうことを言葉にしてください。自分の言葉です。アップラインから借りた言葉、成功者が借りた言葉、一文の価値もありません。自分の言葉でなぜアムウェイなのか。要は、思いを伝えるってどういうことかっていうと、どれだけ、本気で考え、
どれだけ信じてるか、ここですよね。ここをすごい一緒にしたいっていうことを言うときに、その一緒にしたい人とどういうことを成し遂げたいかっていうのを明確に喋れますか？これ喋れなかったら伝わらないですよ。言葉だからやっぱ大事なのは、きちんと自分の中ですぐ思い浮かばなくてもいいです。でも時間かけても構わないです。でも自分の思ってることを言葉にするっていうことがすごく大事なので、ぜひね、自分がなぜアムウェイやるんだって、なぜアムウェイじゃなきゃダメなのかっていうところ、ここを言葉にするっていうことを必ずやってもらいたいなと思います。多分僕は最初からそれやってたと思います。なぜアムウェイなのかって、なぜ伝えてるのかって、そのペラ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 喋れたかっていうと、そうじゃないです。別にうまいこと言ってもやらない人いくらでもいるんで、でも自分の中ではだからアムウェイですって、だから伝えてるんですってことだけはきちんと自分の言葉で喋ってきた自信はあります。だから多分、ダイヤモンドっていうところにならしてもらったんじゃないかなと思うので、ぜひね、言葉にするっていうこと、外側の言葉じゃなくて自分の中の言葉、思ってることをきちんと言語にするってことをやってもらったらいいんじゃないかなって思います。そうするとね、全然伝わり方変わりますから、はい、ぜひやってもらうといいかなと思ってます。まあそんな感じで、進めていくわけなんですけど、まあ実際に、そうですね、いろんなターニングポイントがあったんですけど、結構僕の中で大きかったターニングポイントの中が SP の翌月だったんですね。で、 SP になりましたと、 SP になって喜んでるわけです。まあなったってことで、でスポンサーと同時 SP 達成だったんで喜んでて、で実は次の月に150万点いかなかったんですね。で150万点の翌月がね、多分40何万点かなんかで終わってしまったことがあって、で自分自身はそんなにも気にしてなかったんです。で気にしてなかったんですけど、そのSP 行かなかった次の、月の、月初ミーティングの後ぐらいですかね。アップラインの倉本エグゼクティブ、旦那さんね、元旦那さんの方から電話かかってきて、山田って言って、お疲れさんって、今日月初ミーティングやったなって言って、で、ちなみに、山田は先月の結果ってどうやったんって言った時に、僕この結果ですって、こうこうこう出た時に、へーって言って、そんな結果にそんなヘラヘラしてんのって言われて、もうなんかお前別にかまへんねんけどって、そんな風になんかそんな気持ちでアムウェイやるんやったら今後お前のグループの手伝うの考えさせてもらうわって言われたんですね。ですっごいって思ってしまって、でも今思ったらそれ良かったです。それがあったので、その SP の落とした翌月ですね、 SP の次の次の月、もうね結構パートナーと真剣に考えたんです。もうどうしようって言って、これ絶対やらないといけないと思って、やらなきゃいけないっていう状態が言い悪いなんて話はあると思うんですけど、でも僕はそれを絶対にやろうって思えたんですね。で、結局その月 SP2 になって、なったわけです。で、そうすると、それ、アップラインから口伝えで聞いたんですけれど、やっぱりそれは、結果的に、陰で褒めてくれました。直接は褒められなかったですけど。いや、あいつは、ほんまに弱ったと思うって、あれ、これで大丈夫やろうと思うっていうふうに言われて、結局それで GP になりっていう感じだったんですね。で、で、それ、もう一回あって、で、今度は DD になって、SP2 から5連チャンでこう DD になったんですけど、また DD の翌月はダメだったんですね。で、DD の翌月ダメだった月があって、そしたら今度、たまたま、カオルさんのテニストーナメントかなんかに、うちのパートナーが応援に行った時に、また倉本さんがおられて、で、倉本さんがうちのパートナーとちょっとお茶して、やっぱ言われたわけです。こうで、こうで、なんでこういうことなんて時に、詳しく中身聞いてなかったですけど、パートナーすごい悔しかったみたいで、これ絶対って思えることがあったんですね。で、そこから結局一回も落とさなかったっていう話です。で、これ何が言いたかったかっていうと、優しさって何かって話なので、甘い言葉かけるだけは優しさじゃないんですよね。アップラインだからよくよく考えたら、今思えば手伝わないということはありえないわけです。絶対手伝うんです。リチとジェイから伝わってるアムウェイは、その人を成功させる、成功者を作っていくって仕事がアムウェイだっていうこと、You can do it ですよね。あなたにはできる、成功できるよってことを伝えていく仕事だから、手伝わないっていう選択肢はなかったはずなんですけど、その2回言ってもらったおかげで、自分たちはピッとスイッチが入って、やっぱそれで気合を入れてもらったっていうことなんですね。だからその優しさって結構、難しいなと思ってて、ついついこの業界って優しいじゃないですか。で、その優しさがなんか弱さだったり、甘さになってしまうと結局誰のためにもならないんですね。だからその今だから分かります、アップラインという存在はあなたの成功を考えて一番いいなと思うプロデュースをしてくれてるんだなっていうのはすごい分かるんですね。実際直子さんとももう18年、ずっとアムウェイ一緒にやらせてもらってますけれど、いろんなところで分かります、今だからいろんなことをやってもらってること。
SP の時、DD の時、エメラルドカウントの時、エメラルドの時、ダイヤカウントの時、いろんなタイミングがあったんですけど、やっぱりそうだなっていうのはすごい思うんですね。だから、皆さん絶対アップラインおられますよね。アップラインいないと雨伝わらないですから。間違いなく言えることは、アップラインはあなたの成功を考えて、本気でアドバイスをしてます。はい。で、アムウェイの理念の中にファミリーって入ってるじゃないですか。ファミリーってね。ファミリーって入ってるってことは家族だと思ってフォローしてます。これ僕がもう絶対そう言えるので、実は家族だと思って皆さんはフォローされてるんだっていうところを持ってほしいので、親だから聞きにくいって話があるかもしれないですけれど、素直さっていうのは発揮してもらいたいなってことです。素直さには2種類あるって言われてるんですね。子供の素直さと大人の素直さ。子供の素直さはただの言いなりです。親が絶対的な存在であり、ただ言われたことを全部聞く。聞かないと生きていけないから。大人の素直さは何かっていうと、分かって受け入れることです。アムウェイのマーケティングプランを理解するってそういうことにつながってくるので、分かってアップラインのアドバイスを素直に受け止める方っていうのはきっと成功が早いんじゃないかなって思います。先ほどね、たまたま、瀬戸さんたちとご飯食べさせてもらってるときに、なんか瀬戸さんが水をかぶってるって話をされたんですよ。なんか冷水をかぶってる。で、それやるとすごいいいっていうのを一回やってきました。今空いた時間に。めちゃくちゃ冷たいですよね、これ。ちょっと一瞬後悔したんですけど、そのかぶってる瞬間後悔したらバタバタバタって暴れながらもう冷たい冷たいのをやってたんですけれど、でも終わったら瀬戸さんの言われる通り体あったかくなったんですね。で、それがどうつながるかって瀬戸さんが、これぐらい続けたらこうなるよっていうのをアドバイスいただけたんですけど、まあ、ちょっとどこまで続くか分かんないですよ。こんなん言ってて明日からやめてるかもしれませんけど、やっぱやってよかったなっていうことなので、まあ、グループとか、そのアムウェイのこのファミリーであるとか、絶対に成功してもらいたいって気持ちは、常にアップラインは持ってます。意地悪しようなんて全く思わないです。ただ、アップラインも人間だから、時に、ツボをつきすぎてムカつくことがあるだけですよね。そこはもうそんなもんで、僕もやっぱりスポンサーとよく喧嘩しましたから、すっごい喧嘩したんで、よくわかるんですけれど、でもよくよく考えると、冷静になって聞くと、本当だなってことしか言ってなくて、なので、ぜひアムウェイで結果出したいんだったら、大人の素直さですね。大人の素直さを発揮されてやっていくと、実はすごく早い段階で結果を出していけるんじゃないかなっていう気がします。アムウェイって本当にすごい仕事だっていうことを分かってるじゃないですか。でね、アムウェイがすごい仕事だっていう気づいたことは素晴らしいんですけど、気づくだけじゃもったいなくないですか。気づくだけだったら誰でもできますよ。でも気づいてものにするからこそ本当にすごかったって言えるわけですよね。ここに、土日のね、3月という天候のいい土日に来てて、1万何千円か多分払われて、時間もかけて、お金もかけて、お子さんいらっしゃる方とお子さん預けて、いろんなことされてますよね。で、ここに来てて、よかったで終わらせたら、なんかもったいなくないですか？結果に変えていくってことすごい大事ですよね。結果に変えるためにそういうところ分かってほしいですね。僕すごく意識したことがあって、僕がいつも思ったのは、アップラインの方だったらどう考えるだろうなっていつも考えてました。僕は多分研究者としては、やってきた自信はありましたけど、アムウェイではド素人ですね、スタート。だから、ド素人の僕が、アムウェイでああだこうだ言っても、いや、合ってるかもしれないけど、間違ってる可能性もあるなと思ったんですね。そしたら、少なくとも、アップラインの方の感覚でやってれば、そこの感覚には近づくなって、その人にはなれないけれど、そこに近づくってずっと思ったんですよ。例えば、僕のアップラインに北コンさんっていうね、クラアンバサダーの方いますけど、なんて思ったかっていうと、北コンさん収入、まあ、クラアンバサダー約億じゃないですか。億って同じことできないけれど、例えば3分の1ぐらいできてもなんか3000万ぐらいいくんだなぐらい思ったんですよ。だから同じことできなくてもそれぐらいのレベルにはなるだろうなっていうふうに思ってて、いつも思ったのはそのアップラインの結果出されてる方、僕だったら直子さんとか、北コンさんとか、カジさんゆきさんだったらどう考えるんだろうなって思ってましたし、もっと言うとどう考えるんですかってことは聞きたかったんです。なんかついつい最初の頃ってやり方聞きません？この人が新しい人出ました、どこのミーティングに動員したらいいんですか、どういう DVD 貸したらいいんですか、誰に合わせたらいいんですか、いつ負け伝えたらいいんですかって聞きたくなりますけど、これただのやり方ですよね。これ聞いてる限りは永遠に聞き続けないといけないって分かります。でもそこで例えば、この DVD 貸したらって時に、なんでその DVD なんだろうっていうことが分かれば、次から対応できるじゃないですか。このミーティングに行った方がいいよって、なぜこのミーティングだったんですか、で、じゃあ一緒にお茶してもらいました。グループに喋ってくれてます。バーって喋ってくれてます。グループが変わったかどうかどうでもいいです。
アップラインがなぜそう言ったかの方が僕は興味があったんです。なおこさんってなんであの時は ああいうふうに言ったんですかって言って僕意識してきたことの一つに、なおこさんの距離感をやっぱ近くやらせてもらったので、なおこさんエメは仮の姿でエグゼクティブじゃないですか、実際は。でエグゼクティブだったので、どんな感じかというと、いつも合わないんです、感覚が。例えば自分の、プロスペクトがいるときにマーケティングプランを伝えるタイミングとか、いつも合わなかったんです。山田君ってそろそろあの人求めてるからマーケティングプランした方がいいよって、今ですかみたいな話ですね。で自分がマーケティングプランしようとも考えてるって言ったら、いやあの子まだ全然アムウェイ分かってないでとか、まだ全然聞ける状態になってないでって言われるわけです。全然分からなかったです。分からなかったですけど、ここって感覚の話なので具体的に理屈ってないので、なんとなくどういう感覚だろうってことをずっと意識して意識してやってきたときに、まあ、少しはピンが近づいたかなっていう話だと思うんです。でここってクラアンバサダーの環境ですよね。瀬戸さんだったらって話考えたら分かりやすくないですか。で瀬戸さんだったらどうするんだろうとか、まあ皆さんのアップラインにダイヤモンドの方いると思うので、その方だったらどうするんだろうって考えてやっていくと答えって早いですよ。そうやって、アップラインの思考を手に入れたときに自分の力でできると思いません？やり方聞いてると永遠にやり方聞き続けますよ。これ自立独立って言わないですよ。思考を手に入れたら、考え方感じ方捉え方を手に入れたら、アップラインなしでできるんじゃないですか。それが本当の自立ですよね。それができた時に自分もグループを独立させれるんじゃないかなと思ってやってきたんです。だからそのなんか大きいピンを捉えてる方、別にピンが全てっていうふうに言うつもりはないですけれど、やっぱ大きなピンを捉えてる方っていうのはそれにふさわしいだけの経験だったりとか感性だったりとか人間力だったりとかやってきてるわけですよね。だからそこは素直に吸収したらいいなって思ってます。クラアンバサダーの方がセミナーするってすごいことですよね。しなくていいわけじゃないですかね。しなくても全然豊かですよね。でもしてもらえてるっていうことは本当にありがたいことですから、この環境をその利用とか活用させてもらう、で活用させてもらって結果を出していくってすごい大事ですし、別に正しさ証明するとかそういう話じゃないかもしれませんけど、ここからどん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 成功者を生まれていったら、この環境の良さっていうのが語らずとも示せるわけですよね。僕そう思ってやってきました。北コングループだったんで、北コンさん大好きです。それはもう変わらないです。だから、北コングループで良かった、カジュアルグループで良かったっていうことをやっぱ示したいと思ったので、自分は結果にこだわりたいなと思ったんですね。結果にこだわらないも自由ですよ。すべて正しいですからね。自分の思ったこと。結果にこだわらないっていうのも自由です。正しいです。結果にこだわるということも正しいです。自由です。だから僕は、結果にこだわるっていうことの方に自分の中の正しさとか自分の中の価値を見出したのでね、結果を出していきたいと思ったので、実はそれも決めていいって話ですよね。だから結局アムウェイって全部自分で決めていいので、本当に自由の中で自分が試されてるって話です。でも本当はそういうことを望んでたんじゃないんですか？いろんな制限があって、違う違う違うって言われて、なんか削られた結果個性作ってきたんでしょ？でもようやくアメに出会って、これも OK、あれも OK って全部 OK にさせてもらってるんですよね。そんな中で、チャレンジできる。しかもこのね、低リスク、実際ノーリスクですよね。こういった中でチャレンジできるってことなのでね、ぜひね、この機会をものにしてもらって、一緒にね、成功できたらなと思います。今日はどうもありがとうございました。イエーイ！ありがとうございました。どうもありがとうございます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。いかがでしたか？はい、いやちょっと涙が出そうになりましたけれども、本当なんかいろんなそのストーリーが本当に伝わってきましたし、まあ、自分もこれからしっかりと面白いストーリーを作っていければなと本当に思いました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、では最後になります。本日のこの 2Day セミナーの主催をしていただいております。お呼びしたいと思います。はい、瀬戸龍介&イレーヌクラウンアンバサダー DD ステージへどうぞ。どうぞ。あらら、あ、いたいたいた。いえ、もう完璧。
もうね、今日はね、午後のセッションでもう十分だから飯食ったら帰ろうって言ってたの。で、風呂でも入ってってよ。そのくらいすごい、ね、これやっぱりね、レニー、いい、ちょっとこっち来てくれる、はい、あのさ、思わない、あの時代が変わったんだよ。そう思わない、The time has changed、はいはい、Don't you think?、はい、Yeah, it's これ入ってないの。あ、これ弱い。弱いな。あ、弱い。あの強いのもらおう。ゴディよ、ゴディよ。そうです。なんだ、なんだ。いやね、僕ね、本当に、ありがとう、サンキュー、サンキュー。いや、もうなんて言うんだろうな。最高でしたね。気が違うんだよ。で、今ね、あの山田君が言ってたじゃない、あのな、どう考えるって、どう、何を感じてるんだって、アップの人は、コンちゃんが何を感じたんだろうって、ここの世界ってね、あの僕もね、あのすごく大事にしたんだよ。だからカオルさんとかみどりさんが最初のクライマスターになっただろ、その時にそのかん、どうしてそう感じるんだ、そこが分かればあと応用が効くわけじゃない。だからさっき今山さんが言ったみたいに、ね、山田君があのノウハウばっかり聞いてるといつも聞かなきゃいけないって言ってたじゃん。その通りなんだよ。もうそれはやるかないんだよ。だからどうしてそう感じ、そういう風な感じ方になればいいんだっていうことをずっと求めたの僕ね。あ、いい、いやいやいや、 I'm just OK、 はい、わかりました。どう思いますか。いいじゃない、何でもいいからですよ。どう感じました。どう感じました、皆さんはあの早く、自分の、ストーリーを、ストーリー自分の話をね、自分の話、早く自分で作って、そうね、どう、だから今日のテーマでね、自立だよね、はい、ね、なおちゃんも言ってくれたみたいに、本当になんかね、僕やっぱりね、このアムウェイってその確かにね、時間が入るとかお金が入るとかいろいろあるよ。でもやっぱりね、自分の人生を自分でデザインして、自分が自分らしく日々を過ごせるっていう、この素晴らしさっていうのが僕アムウェイだと思うの。だから誰がどうだからじゃなくて、あなただからこうだっていうね、そのあなたの勢いみたいなものがね、あったら、あ、そうなんだ、じゃあ自分もそうなるんだなって、あの絵が浮かぶと思うんで、さっきの話じゃないけど、もうそれが全部に入ってるし、今日これだけだよ。だから僕それはね、まあ、日頃いつも話してるけど、この環境っていう、この今僕たちが、まあね、こう育った環境、こう世の中社会っていうものが僕たちをして、その教育されてしまったさっきのゴミなんだよ。だからそのゴミっていうのは、ハートのゴミがあって、魂のゴミはつかないってしんちゃん言ってたけど、ね、本当に僕は魂のゴミ、がつかない。ここに早く自分が自分の魂を感じちゃったら、心のゴミとかそういうの一切いらなくなっちゃうんだよ。あ、それって後から僕がその何影響されてついたもんなんだなって分かるよ。でそれがいいんだよ。水浴びたりすると、断食したりすると取れるんだよ。でこれやってみないと分からない。これどうやったら取れるかなって僕思ったんだよ。僕は一生懸命取ろうとしたよ。だから大人の素直って言ってたよね、さっき。大人の素直かとかね、思うんだよね。大人の素直って子供の素直よりすごいよね。円盤を見たことある人が円盤を信じるのは当たり前じゃない。で円盤を見たことがない人が円盤を信じたらもっとすごいよね。だから大人の素直って、素直な素直な子供が素直な当たり前じゃない。で素直じゃないくなってゴミがついた我々が、だよ、素直になれたらすごくない。そういうこと言いたいの。もう何言ってんでしょうね。いやでもね、もうね、もう本当にすごいと思った。僕はもうただただ感謝しかない。今日みたいな、このやっぱり3月なんだよ。この1ヶ月で、2018年のこの3月が一つの区切りなんです。実はぜひ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 皆さんね、自分の気持ち、自分の感じるままに生きていこうって決めてください。それが雨できっとできますよ。それやってみないと分かんない。じゃなかったら確かにここでこんなことしてやんないよ。
これみんな詰まってやる、これね、みんなの顔見るとね、僕ね、何が何でも全員成功させてると思っちゃうんだよ。その成功がするっていうことは何かって、あなたが自分のやりたいことがもう毎日できるようなことを成功と僕は思ってるんだよ。それにいくらお金がかかるとか、それ分かんないよ。人によって違うよ。でもせっかく生まれてきたんだから、思った通りの毎日を過ごそうよ。そして自分の感じるままに生きてほしい。それが僕は、みんなと僕は出会ってよかったなと思える。もしそれがあなたができて、ね、楽しそうに幸せそうにしてくれたら、もういらない。僕何も、もう何もいらないよ。今の僕たちの欲しいものはそれだけだ。うん、すんごく感じます、そういうふうに。これからすごいナイスな、また文化会で、もう屈託のないとこで、増幅のね、服装のないとこ、もう本当に思った通りの、まあ、質問したい人はすればいいし、まあ、どうなるか、ね、それはその場にいるあなたが作っていくものだと思いますよ。これからの文化会は、うん、受け身にならなくて、自分が能動的になって一緒になってやりましょう、ね、ということで、はい、今日は素晴らしいラリーを本当にありがとうございました、ね、山田君も直子さんも最高だったし、それからカウントに入ってるみんな素晴らしかったね。素晴らしかったですもん。その今生きてんだよ。ぜひぜひぜひ一緒になって楽しく人生を最高のものにしていきたいというふうに思います。ありがとうございました。本当にありがとうございました。